ヤマト、ユーマ、コムドットです。僕たち現役大学生じゃないですか。そうですね。変な大学生多いですよね。変な大学生もいますね。ということで、ちょっと生きちゃった大学生を VTR に僕らが演技とかしてまとめてきたんで、そちらの VTR どうぞ。先輩、よろしくお願いします。いや、やっぱ1年生でしょ。そうですね。何歳今？19です。19、若いわ。すぐ若いっていうやつ。あ、何？あ、ワックス。ワックスとかもう一周回ってつけないけどね。一周回ってノーワックスやつ。先輩、暇ですね。今4時ですけど、どうしますか？いやー、暇だね。暇ですね。いや、この後、アフロク行っちゃう？暇さえあれば。アフロクやつ。あ、もしもし、あ、今から渋谷？あ、オッケー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 、あ、行く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 、あ、オッケーオッケー、あ、今から行きます。あ、俺ふっかるすぎてきついわ。うぬぼれふっかるやつ。あ、ペー、トントンしちゃった。あ、右だったわ。トントンお化け。あれじゃね、ここね、教科書21ページ。でもさ、あの教授がさ、ブラック日課の親父に見えてきちゃってさ、もう俺授業集中できねえわ。ブラック日課、取りつかれやつ。先輩、学校終わったんで、もう暇なんで、遊び連れてってください。いや、ちょっと今日は悪いわ。俺この後仕事なんだよね。仕事？あ、仕事なんだよね。何の仕事？いや、デニス。バイトを仕事といいやつ。先輩、その服グッチじゃないですか。これ、ね、一応グッチなんだよね。これね、30万ぐらいして、でも全然俺、ユニクロとかも着るよ。いや、別に俺ユニクロも着るからやつ。先輩、アウターに30万の掛けなんてすごいっすよ。新田先輩、僕一生ついていきます。一生ついてくやつ。いや、この辺さ、飯ってさ、飯行ったの？豚の丸焼きってとこ行ったんだよ、ね、あ、豚の丸焼き。豚の丸焼きが出てくると思うじゃん。 そう、そしたらなんかね、牛の丸焼きが出てきたんだよね。牛語わらたんごね。ゴンゴ星人。おい、大丈夫かよ。おい、完全に三日酔いっす。三日酔いやつ。クラッチバック投稿やつ。いや、最近忙しいんだよね。最近何やってんの？いや、もう週8でジム。週8でジムやつ。でもあれなんじゃないの、ヒューアが昔悪だったんじゃないの。昔地元の方ではね、うん、もういっぱい後輩とかボコボコにしちゃってたけど、まあ今はもう丸くなったわ。やんちゃアップビールやつ。いやー、やべえわ、ヤマト、マジで。どうした？いや、もう、かれこれ1週間ぐらい家帰ってないんだよね。充実アピールやつ。あ、ユータじゃん。最近サークルで、なんか見てないけど、どうした？いや、ちょっと1年ぐらいサークル行ったんだけど、やっぱなんだかんだ地元。なんだかんだ地元やつ。おい、何？めっちゃきついじゃん。いや、ちょっと昨日オールなんだよね。まあ、一元は来るんだけどね。オールで一元来るのすごいだろ、自慢やつ。ナイス。あれ、久しぶり。あれ、山形帰ってたんだよ。いや、そうなんだよね。あ、どうだった？いや、なんだかんだ実家。なんだかんだ実家やつ。あれ言うた、そういえば、サークルの合宿どうだった？あ、そう、ね、全然記憶ないんだけど、掃除って最高。掃除るやつ。こっちはまだ夏か。ただいま。おやも先輩、おかげっす。どこ行ってたんすか？いや、東南アジアの、ちょっと、一人で。どうだったんすか？いや、世界変わるよね。
世界観すぐ変えてきちゃうやつ。お疲れ。お疲れ。どうだった就活？やっぱね、学力だとか、まあ常識だとか散々言われてきたんだけど、もうなんだかんだ人脈、なんだかんだ人脈やつ。いや結局人脈なんすね。そうだね。てかさ、この間ヤバかったんだよ。何がさ？うわ、なんかもう記憶なくなっちゃって、もう意識失っちゃって、もうパッて見上げたらもう救急車。気づいたら救急車自慢やつ。てかこの間のラッドウィンプスのライブどうでした？やっぱね、陽次郎さん世界違った。陽次郎さん呼びやつ。いや聞いてよ。どうしたのよ？いやこの間さ、レンジでご飯チンしてたらさ、巨人のリリーフライキー出てきた。あれ、なんでだろう。シラフなのに楽しい。シラフなのに楽しいことが逆に不思議になってるやつ。ハッピーバースデーとユー。なにハッピーバースデーとユー。なにブブーブラック日課、ちょっとブラック日課ちょっと勘弁して。もう白ワインでも日本酒もブラック日課勘弁してよ。日課にすごく悪い思い出やつ。ここまでね、散々いろんな失礼なことを言ってきました。はい、すべて陰キャの日神でした。ありがとうございます。